イベント告知用の写真ですが、撮影場所の選定は各々に任されていますから、そこを含めて腕の見せ所ですね。いただいた資料を見ると、特に華やかなのはツリーやゲートの大規模なイルミネーションですね。目立つ場所ももちろん素敵ですが、フォトスポットは屋内外に多数ありますし、むしろ定番を外し、あえて穴場となるような場所を紹介するというのはどうでしょう。大きなリース型フレームにキャンドルライトで飾られた階段、どれもいい写真になりそうですね。迷ってしまいます。おや、あそこにいるのは三風さんですね。何度か遠目にすれ違いましたが、三風さんもお悩みなのでしょうか。声をかけてみましょう。デコレーションホリデーへようこそ。こんなに美しい光景を皆さんと見ることができてよかった。地上に星が落ちてきたかのようですね。素敵な笑顔をありがとうございます。ホリデーアンバサダーとして最高の冬をお約束します。光を映したあなたの瞳もまるで宝石のよう、いつまでも見つめていたくて目がそらせなくなってしまいそうです。あなたも同じ気持ちでしょうか。どうか私とのひとときを輝きを放つ思い出として心のフィルムに焼き付けてください。準備はいいですか。ここからは今夜限りの特別なプログラムとともに皆さんを光と音の世界へとお連れしましょう。